え、いいのか。それでは、イニーさんどうぞ。はーい、ことことび始まりましたはい、今日は本当になんか姿で出てきちゃいましたけど、はい、いいですね、イニーさんね。今日は記念すべきことことビーズも20回目ということで、はい、なるほど。まあ、私はスカイプ、東京からスカイプで、で参加させてもらうんですけど、はい、今日も MC は元気にことことイニー君でいきたいと思います。どうぞ皆さんじっとしてくださいね。そしてこっちのスタジオの方ではたくさんのゲストさんが来てくれてます。皆さん自己紹介を。あ、イニーさんおった、これ映らへんちょっと皆さん切りますね一回どうだどうだ。はい、すみません。はい、はい、こちらハーツミュージックスタジオ石田です。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、はい、本行こう左に、はい、キッズの準レギュラーハヤトです。お願いします。はい、よろしく。準レギュラーやらせてもらってます。サンシャーサプライズのサプライズ伊藤です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。サンシャーサプライズボーカルの塚田です。よろしくお願いします。お願いします。えらい、なんか舐めたマイク持ってるやんけ。いや、これしかなかったんで。生きんなよ。それしかなかったか。ボーカルやからな。ボーカルやから、ちょっとこれでやりたいなと思って。と、まあ、いうことで、今日はこんな感じで、はい、やらせてもらいますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。東京からは、犬井さん、ちょっと犬井さんの方、画面行きますね。はい。切り替えてください。はい、犬井さん。かっこええな。髪の毛、ボッサボサなってません？え？なんかしました。犬井さん、でも、よろしくお願いします。はい、ちなみに品川のホテルにいます。あ、そうなんですか。はい。今日はお仕事で。そうですね。昼間ちょっとお仕事で、仕事でちょっとうろうろと東京都内を。どんな仕事してはったんですか。まあ、いろいろ今後のためにちょっとその事務所をね、はい、そう、東京の方に拠点も作りたんで、はい、ちょっと物件とかを見に、探してたんですよ。はい、犬さん、カメラ見て喋ってください。あ、それです、それです。視聴者が求めてるんですよ。はい、はい、はい、何でもやってくれるんですね。そうですよね。いいですね、まあまあ、ちょっとまあ物件ってほどでもないんですけどまあなんかこうシェアハウス的なっていうかシェアオフィスですね。そういうちょっと事務所を探したんですけどね。はあ、はあ、はい、はい、まあ東京に進出しましょうよ、みんなで。そうですね。なんか言ってくださいよ。いや、イヌイさん、ちょっとかっこよくなりました。え、かっこよくなりました、イヌイさん。いや、そんなこと言っても何も出ないですよ。めっちゃカメラ目線やし。いやちょっとイメージ変わりましたよね。あ、そうですか。はい、本当に。いや、そんなこと言っていただいても嬉しいっすわ。もういい感じで、もうね、もうなんぼかっこよくなっても隼人君にはかなわないですよ。もういやいや、もうやめましょう。なんだこの叩きで、ね、はい。そしたらちょっと犬さん、画面またこっちちょっと切り替えますね。ちょっと半々にしたらあれなんで、犬さんもトークではこっち聞こえてるんで、はい、ガンガン参加しておいてください。はい、そして画面カメラだけしっかり見ておいてくださいね。はいはい、そしてスタジオの方に戻りました。はい、はいはい、今週1週間みんなちょっといろいろあったんじゃないの、はい、それはちょっと早と今気抜いてたな。いやあ、ほんまに今週1週間そうですね。うん、ちょっととりあえず振り返らせてもらいますが、はい、振り返りましょう。はい、ほんでハヤトから、あ、僕ですか。あ、つかちゃんから行こうか。つかちゃんから。じゃあ今週ですか。そうそうそう、いつも1週間こう振り返んねやんか。うん、今週何やった。もう三社はいっぱいあるでしょう。一週間いっぱいありますかね。一回振り返ることが。まあ昨日、はいはい、ライブをしてました。はい、郡山城ホールで。はいはい、はい。ああ、奈良のね。はい、チャリティーコンサート。はい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 。ほうほう。その東北のあれあったじゃないですか、大震災。ほうほうほう。それのまあそれに夢を与えたり力を与えるっていうイベントに僕ら出させてもらって。うん、なるほど。そうです。あと、バンドではゆうやさんも一緒やって、ほうほうほう。で、まあそんな感じですね。なんやそれ。東北のイベントはどう、大成功やった。東北のイベントちゃうな。いや、よかったです。なんかチャリティーイベント、チャリティーイベント、僕らはトップバッターやったんで。あ、そうなんや。はい、もう思いっきり最初からやったんで、もう時間も短かったんですけど、とりあえずまあ、うん、メンバーで元気に行こうやみたいな、うん、なんか暗いのもあんまりあれやし、うん、俺らは元気ぶっ飛ばしていこうみたいな感じで行きました。うん、そんな感じですね。曲は何やったん。曲は、うん、切ない色と、うん、マイファミリーを
マイファミリーを、はい、やりました。なんか噂に聞くといろいろトラブルがあったみたいで裏ではいやトラブルやばかったですね。やばかった何何何トラブル、まあいろいろあったんすけど、ね、まあ言わん方がええか、言わん方がいいんですかね。言わんときましょうか。横でピーって言ったら、うん、ピーが落ちたみたいなとか落ちて、ああちょっとやな、ピー大丈夫やってんでもあれ、あ大丈夫やったんすか。あ大丈夫やった、ピー大丈夫でした、ピー大丈夫やった。ちょっとでも、はい、オッケーです。ヒヤッとしましたね、かなりドキッとした、ドキッとしました。あの、ね、うちのブーがうわーって叫んでて、あブーが叫んだうわーうわーって裏で聞こえて、うんうん、何言ってんのこの人、あかーんとあかーんって言って、あでもまあなんかさ、あれはしゃあないわ、まあ、あれはしゃあない、うん、ほんまにあれはだってそんな楽器を触ったことがないコーラが手伝ってくれてる中で、あそうやな、そんなん使い方も触り方も分からへんのに運び方も分かんないじゃないですかね、うん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 、そうだからそういうトラブルもあったけれども、まあまあやっぱりなんかみんなで頑張っていこうっていう空気にまた戻ったんで、はあはあはあ、よかったかなと、イベントを通して、あ、はい、それで貸してくれてるのありがとうな、ね、何をすか、ブーが、ああ、なあそうやそうや、ヘッドっすか、ヘッドヘッド、いや音鳴らんくなったから、うん、こらあかんわって、うんうん、ありがとうありがとう、はい、まあ、そのおかげでイベントも大成功っていうことで、うん、素晴らしいですね、やっぱりそういうチャリティーイベントとかやっぱ終わった後って気分がやっぱ違うと思うねんけど、どんな気分になったかちょっとなあ、今言ったら東北のあれ出資が東北の震災が起こって、はいはい、今もうテレビの報道とか全然やってないと、うん、はい、ほんでそういう忘れられた東北をまた支援が必要やと、はい、そうですね、はいはい、そういう風な感じで立ち上げられたイベントやんか、はいはいはい、うん、それに出てこうどんな気分になったか、うん、まあ僕は MC で言ったんですけど、うん、なんやったかな、なんて言ったっけ、まあ僕らはやっぱその、うん、バンドやってるじゃないですかこうやって、うん、はい、それでやっぱり僕らに何ができるかってなった時に、まあ音楽しかないやろと、音楽と歌で、歌とか演奏で気持ち伝えることしかないやろと思って、それをまあみんなに言って、ね、僕らはもうバーって感じで元気に終わってバーって感じで、でまあ後からビデオとか流れてて、で僕舞台袖からいろいろ見てたんですけど、うん、やっぱりまだビデオ見たらすごかったんで、現状が、あ向こうもまだまだ復興してないし、うん、って感じだったんで、うん、まだまだもっとみんなで頑張らなあかんなと、うん、忘れたらあかんし、みんなで力合わせてやっていかなあかんなって、うん、そのイベントでめっちゃ思いましたね、うん、でも実際普通になみんな普段生活にしてたらやっぱなんか別に忘れようと思って忘れるわけじゃないけど、うん、はいはいはい、なんかこう薄れていく部分は絶対あるもんな、そうですね、はい、生活に追われて、はい、一回行ってく、そうですね、ユニさん誰よりも今東北近いんで、はい、何か思いを、距離的にはね、東北近いって東京からってこと、はい、はい、この前ユニさんもねちょっとイベントの話とかいろいろ聞いたりとか、そうですね、まあ、ミニ会場に行ったんですけど、はいはいはい、あごめんなさいね、ちょっとあの時間間に合わなくてサンシャインのステージ見れなかったんですよ。あもう持ってくれただけで、うん、もうありがとうございます。で、うん、まあまあ、あの平田雄也君のねステージとか、はい、他のステージ見せてもらったんですけど、はい、なんかやっぱり普段のライブと違ってね、やっぱ一つこうなんだこうチャリティーっていう目的を、なん違う目的でこう音楽やるっていうので、やっぱりなんかこうアーティストの違う面もなんか見れたかなっていう、はい、普段ライブハウスとかで見れない、はい、うん、一面が見れたかなとは思ってるんですけど、はい、うん、で震災のこととか触れていってもらっていいですか、え震災のこと震災のことですよね、はい、はい、まあそうですね、音楽ね、やっぱり音楽ってやっぱ娯楽、まあ娯楽っていうか、そのやっぱり人を楽しませるもんなんですけど、はい、まあやっぱりそういう震災の人にとってその音楽っていうのは一つのまた力になって、また明日ね、はい、まあ次の次、まあこれからのにはこう力になってこう頑張っていってもらえたらとは思ってはいるんですけど、はい、あ、ありがとうございます、はい、そしたらちょっと、はい、震災の人へのメッセージです、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、そしてブー、この1週間はどんな感じだった、はい、1週間はですか、うん、まあ、まあ仕事も忙しかったんでバタバタもしてたんですが、うん、昨日ライブ終わりにミーティングという名目で、いや、はい、ミーティングなんですけれども、うん、まあ、今後バンドをどうしていくの、ほんまに
ほんまになんか、うんね、近い目標とかいっぱいあると思うんですけど、うん、はいはいはい、うん、どうなりたいのかとか、あ、どうやってやっ、どう最終的にだから自分たちはどういうゴールを目指してるのかっていうのを、うん、明確にしていった、うん、明確にしていって実現させるために声に出していってみたいなことなんですね。だからそんな無理やんってみんな思うことかもしれへんけれども、はい、それを叶えるためにはちょっとでも、うん、やっぱり声に出していって自分はそうやねん、自分はこうやねんって思い込む力も必要じゃないですか、やっぱり、うん、現実ばっか見てるんじゃなくて、でそういうところを本気でみんなの意思ってどうなんやろうなっていうのを確認したかったっていうのがあったので、うん、メンバーで飲みに来ました、はい、飲みメインやないか。いや初めて行ったんですよ、その打ち上げとかでね、メンバーそれぞれがおるっていうのはあるんですが、はいはいはい、そうですね、メンバー4人だけで飲みに行くっていう、あ、意外に楽しかった、意外に楽しかった、夏かちゃんが楽しそう、楽しい、今日楽しいって言ってまあ気使わんでメンバーやもんな、うん、そうですね、だからもう、うん、全く気使わんと飲みまくってましたね、途中は。あ、いいね、まあ、だからその、そういう悪ノリで飲みすぎたっていうのもあったので最終的に僕ん家に来たんですけれども、みんなが、うん、ワッキーは、速攻寝ちゃって、うん、でも、なるほどね、今日も練習やったんですけれども、うん、ワッキーは仮病で、うん、途中までね、よし練習頑張ろうとか言ってたくせに途中からやっぱめんどくさいでしょみたいな感じになったんで、はい、今日は練習がなくなりましたっていうことですね。なるほど、はい、1週間こんな感じです。はい、ありがとう、はい、ありがとうございます。そしてそして大仕事終えてきた隼人。はい、僕は2月22日おとついですかね、うんうん、に、東京でワンマンライブを、はい、終えてきました。はい、ありがとうございます。はい、まあまあまあ、どうやった。いや、もうたくさんの人に来てもらって、うんうん、いいライブができたと思います。なんか集合写真とかも楽しそうやったしな。そうですね、やっぱ楽しかったですね、まあ、初めてっていうのもあって、うん、ちょっと緊張したり、まあ、いろいろ、まあ、トラブルというか、はいはいはい、なんか自分らなりに、うん、なんかそのミスとかいっぱいあったんですけど、まあ、それも次につなげていけるかなっていう、まあ、課題がいっぱいあったり。あれでもバンドマン そのライブ中のミスって、まあ、ここ3人みんなそうやけど、お客さんには言ったら分からない感じのミスやな。自分らやってるもんしか分からへんような。まあそうっすね、うん、そうなんだと思うんですけど、そうと信じてるんですけどね。ああ、はい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 、はい、ああそうか、はい。まあ、でもまた次名古屋が、そうですね、次名古屋も大阪もあるんで、うん、最後大阪までにね、うん、思いっきり何て言うんですか、頂点に持っていけたらいいっすね。うん、はい、いいですね。犬井さん、はい、どうですか。はい、いいですね。今ちょっとカメラそっち切り替えるんで今の感想をお願いしますね。はい、感想って見てないやん。もう全員の全員の今1週間聞いて、いやいやいや、もう本当にいいですか。東京とね、東京のワンマン、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。そうなんです。うん、ね、大阪のワンマンも期待してるんで。はい、イレさん、来てくれはるんすよね。あ、もう、もちろん行きますよ。頼みますよ。もう、ちゃんと行きますよ。最前列で。はーいって言いながら行きますわ。いいの、最前で、それ。最前で。大丈夫？お願いします。はい。イレさんは、今週1週間、何しちゃったんすか？今週1週間ですか？はい。今週1週間、何してたでしょうね。このとこやっぱり年度末向けてやっぱ制作が多いですよ、スタジオにこもっての。はいはいはい、なるほど。皆さんカメラ見てください、カメラね。うん、よいしょ、はい、あ、すいません、こんなもん。はいはい、ちょっと近いねな。そうなんですよね。ああ、それがちょうどいいっすわ。いいっすね。はい、まあ制作がね、ほとんどだったんで、あ、引いてまあこれといって報告のものはないんですけど、はい、そうです。まあまあ、報告するとは今日、まあ、東京に来てるぐらいですかね。なるほど。ちょうど品川のホテルなんですけど、はい、目の前に大きな品川高輪プリンス、はい、目の前に、まあ、そこに泊まってるわけじゃないですよ。あ、見るってことですけどね。やっぱり高輪プリンスって言ったらやっぱり毎年やってるFM 歌謡祭。ああ、はいはいはい、なるほど、すごいね。もうね、はい、いつかね、こうサンシャアもキッズもねFM 歌謡祭にね出てもらってね、はい、出た時は招待してください。お客で招待してください。はい、はい、頑張ります。頑張りま
期待してますんで、はい、小さいワイプで行かしてもらいますね。はいはい、すいません。両方いいんじゃないですか。両方楽しめるな、それ。両方楽しめる？ちょっと待ってくださいよ。犬さんが消えました。犬さん消えましたもんね。あ、わかったわかった、こういうことか。犬さん、はい。あ、犬さん、ちょっと待ってくださいよ。なんか分かってるわ。俺ら逆なって思ったよ。すいません、犬さんも。ほんなら申し訳ないですけど。分かってるわ。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。石田くんは今週1週間。俺は今週1週間は、はい、前半はまあずっとスタジオおって。なるほど。うん。まあ後半もずっとスタジオおって。はい。まあ1週間まるまるほとんどスタジオにおったな。なるほど。うん。なんか言ってくれへん、ねぎらいの言葉みたいな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。これからも頑張ってください。ありがとう。頑張るわ。そしてそして。なんかでも毎回なんかそんなこと言ってない、なんかスタジオに。声で噛んできましたね。はい。犬さん、僕、スタジオで働いてるんで、やっぱスタジオいますよね。そうですよね。はい。でも、なんかここ、プライベートの話とかもしてくださいよ。ああ、そうですね。でも石田くん、なんだかんだスタジオ好きでしょ。そうやん、まあまあ、いろんなな、こう、楽しいやん。そうですよね、いろんな人来るし、ね、まあね、うん、来るし、うん、そうですよね、うん、やっぱそういうので楽しいし、ね、はいはい、はい、そして今日は真面目なちょっと話をしたいんですけど、ちょっと、はいはい、俺の簡単な悩み相談みたいな感じで聞いてな。ああ、うん、なるほど。例えば、はい、今高校生とかのバンドいるやんか、はい、そういう子たちが、まあ例えば見てほしいって言って、ほんで、まあ、はい、見たりもするやん。あ、その練習風景とかですか。そうそうそう。あ、なるほど。練習風景見たときに、はいはいはい、こう、まあ、ざっくりとこう、まあ、バンドとしてこうバラバラやったりとか、ああいうアドバイスを俺がどうしていいか分からへんやんか。なるほど。もうなんかこう、曲は覚えてんの、まあ当たり前として、はい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 、当たり前として、それをこう合わせたときに、はいはい、なんかこうバラバラ、ほんで演奏、まあ、できてない。あれってどこまでアドバイスしたいんやろ。どうですか。どうなんですか。なんて俺やでも逆に言うと、みんなが今までやってきた練習を聞かせてほしい。ああ、なるほど、うん、キッズはどうですか。キッズから言っちゃった。はい、キッズはでもなんかそのドラム、うん、まあ、僕ギターなんですけど、うん、ドラムとか言われてたんが、うん、その裏拍をしっかり取れるようにというか、うん、そのメトロノームあるじゃないですか、クリック、はい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 、をなんかそのピッピッピッピに対して、その裏で表を取るというか、わかる、うん、クリック練習やな。そうそう、クリック練習はやっぱなんだかんだ大事なんじゃないかなって思いますね、うん、特にベースドラムはそういう練習、うん、まあ、基礎的な練習がやっぱ一番、まあ、ギターとかもそうなんですけど、うん、ね、やっぱリズムでしょ、やっぱリズム練習ですよね。平成元年とっからもう過去を知るわ。いや、平成元年ね、生まれですけども、平成元年生まれですけどもね、うん、はいはいはい、うん、まあでもそうじゃないですか。逆に何かあります、練習方法、うん、いやでもクリックっていうのは本当にね、基本的なことなんで、ほんじゃクリックで、じゃあ高校生がどういうふうな練習したい、はいはい、だから例えばその裏拍を取るっていうのが理解できひんっていう子おるやん、絶対。まあまあまあ、そうですよね、うん、そういう子らにどう説明したいやろうって思って、なんかだから僕らは若い高校生の時とかやったら、うん、その楽譜を簡単な、うん、なんていうんですか、うんたんうんたんとか、うん、たんたたんたたたとかいう、そういうリズムの楽譜を、うんうん、まあ、8パターンぐらい作って、うん、それをテンポゆっくりから、うん、こうゆっくり弾いていくとか、うん、そういうもうゆっくりから始めていくみたいな。はい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 、はい、なるほどね。はい、ちょっとごめんな、今コメント来たからちょっと読ませてもらっていいかな。はいはい、あーちゃんから、これいつもほら、サンシャワーさん、ハヤト君、石田さん、犬井さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。キッズワンマン最高に楽しかったです。ありがとうございます。ありがとう。これはあーちゃんはもしかしたら名古屋とか、まあ、東京ちゃうわ、大阪来てくれるのかな。いや、来てくれるはずです。イエイエイエイ、はい、待ってますよ。もう絶対来てくれる。はい、あ、そうか、犬井さん今あーちゃんに一番近いですよ。あ、そう、あ、そうですよ、東京ですもんね。はい、ね、そうです ね、うん、ね、何か一言お願いします。ね、東京でライブあるときは見に行ってあげてください。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、そうですね。ぜひ、お願いします。はい、そしてまたこう、話戻って。はいはい、はい。そのまま、まあ、まあ練習、そうですね。でもなんか、まあ、僕らはできないんですけど、その楽譜をかけたら、練習しやすいというか、例えば作った曲に対して、その楽譜がかけたら、まあ話もしやすいし、その、まあ、見やすいし、ね。でも、ここの2つのバンドは別に楽譜書いたりしてへんもんな。まあ、え、書ける？書けへん。いや、俺も書けへん。書けへんけど、いや、書けないんですけど、そういう風にしたら、その、ここがここで、みたいな言わずに、話が早くなると。まあ、曲作るときはですけどね。はいはいはい。そういうのができた方が、効率はいいんじゃないかな、とか思ったり。うん、そうやな。あとやっぱそうですね、高校生とかコピーバンドが多いじゃないですか。コピーバンド多い、めっちゃ多い。コピーバンドってでもコピーするときってどんな感じでやってます？多分、はい、コピーバンドのときって、はい、なんか言ってみたらざっくり、最初から最後までコピーしちゃうでしょ、でそれを最初から最後までスタジオ入って合わせるでしょ、それが多分うまくならへん理由やと思うぞ。だから入った時にとりあえず1回目全部通してみると、で俺ここ A メロ苦手やから A メロだけ全員で切ってやらへんみたいな、セクションごとに切って練習するみたいな、B メロ10回練習するとか、A メロ10回練習する、次 A メロと B メロつなげて一ターンとして10回練習するとかいう風に練習していったら、曲の中身でここで例えばテンポっていうかノリがちょっと変わってるんちゃうかなっていうのも感覚的に気づいていけるんかなみたいな、なるほど。そういう意味ではセクションで区切った方が上手くなるかもしれないですね、思います。だからそういうアドバイスもいいかもしれない。さすがやね、さすがやわ、さすが先輩、さすがやね。いやちょっと今のいらんかった、ちょっと今の減点、減点やわ、減点。せっかく良かったのにな、一気に下がったわ。なんもないから救われた、救われたよ。あ、そうか。はいはいはい。でもやっぱそしたらほんなら結局はまあクリックかけてってやんのと、ほんでまあもちろんテンポをゆっくりなんと、はい、から早いのまでやんのかな。早いのも徐々に上げていったり、まあまあ、ね、徐々に上げていって、うん、はははははは、うん、ほんでそれと、まあそのまあイントロ A メロ B メロ区切って練習していくと、はいはいはい、それは逆に言うと高校生の時、あ、つかちゃんは高校の時やってへんかったもんな。僕もそんな始めた時とかも、そのサッカーの時はセクションに区切ってた、区切ってない。どういうこと？なんか例えばフォワード、怖い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 、二人で二人で怖い。でもそういうことじゃないですか。サッカーも、あ、サッカーしてる時って、ね、この練習しかやらへんみたいな。ああ、ドリブルとかね、あ、やってた、パスとか中学の時適当にボール蹴ってるわけじゃないじゃない。ああ、そうか、それが練習だと思うんですよ。ああ、っていうことで一緒なんかなと思って。ああ、そうやんな。あ、でもそれはそうかもしれないですね。中学の時一生ドリブルの練習ばっかりしてました。おお、はい、ドリブルがクリックなんかな。そうかもしれないですね。まあだから、例えばコピーしてそのバンドさんのコピーしたその何ていうんですか、まあギターソロが弾けなかったらもうずっとそのソロを練習するとか、でそのテンポが無理やったら自分でテンポ落としてその弾けるテンポでまず弾けるようになって徐々にテンポを上げて原曲に近づけていくとか、やっぱそういう地道なやっぱ努力が必要ですよね。ああ、そうやな。まあ音楽もスポーツも一緒だと思うんですけど、あとでもやっぱりこう、まあ、みんな高校の時あったし分かると思うけど、はい、お金がないやんか。お金ないです。だからほんでスタジオも限られた時間っていうのがあるやんか。はいはいはい。その中で一番こう、まあ、2時間練習が大体多いねん、高校生とか。まあまあそうですよね。その中でじゃあ効率のいい練習の仕方、それってどんなんやろ。あー、効率のいい練習だって言うたらそのクリックでテンポ落として速くしてとかは正直個々でできるやんか、うん、そうですね。だから個々で多分どんだけやってくるかっていうのもやっぱ大事になるじゃないですか、うん、まあまあせやな。はい。あ、そしたら俺なんて言ったらいいやろ、うん、なんて言ったらいいですかね。でもやっぱやる気じゃないですか。やる気かな、はい、やる気と、まあそうですね。なんか石田さんの目線からなんかアドバイスっていうのはないですか。何言ってるんですか僕からの目線で、いや、なんかとりあえずもう聞いてて、客観的なこうアドバイス方法っていうのもあるでしょ。いや、そうなんです。だからもちろんさっき言ってくれた、まあ
なんすか、うん、2つとか僕はもうもともとね聞いたりもしてて知ってたんすけど、はいはい、例えばそれを言ってあげたところで言うたら時間の問題が次出てくるのよ、うん、なるほどね。じゃあ、じゃあ逆に時間を埋めるとしたら、うん、練習の音をずっと撮ると、毎回撮ると、うん、撮って客席で終わった後聞いて、うんうん、で自分たちの演奏を把握していくと、うん、実際生でやってることだったらその一瞬一瞬って耳では感じてるけど、うん、その感覚がまだついてないから、うん、上手いか下手かも分からへんと、だから取って聞いての繰り返しでみんなで、うん、あでもないこうでもない言うてコピーバンドもやれば上手くなると思うもんね、うん、己を知るというか、はい、なるほどね、それを知っていけば、うん、あでもそれはしてる子少ないかもな。今でも iPhone とかでもしかしたらやってんのかな、うん、あまあまあ、ボイスメモとかね、うん、ついてますしね、いろいろ。なんかコメント来てる、まっちゃんから、はい、お兄弟から誰の弟ですか。僕の弟ですね、うん、今日も皆様お疲れ様です。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。やっぱ2人だけ息合ったな。そうですね。そしてつかちゃん、ボーカルとしてこう、うん、練習方法って何かやってきたことある。何ですかね。僕は、うん、とりあえずほんまにボーカル始めた時は、うん、何にもわからんかったんで、うん、もう高校生と全く同じやったと思うんですよ。それ以下やったと思うんですよ、うん、ほんまにコピーもしたことなかったし、カラオケで歌ってただけやったから、ほんまに何も知らなかったんで、とりあえず、うん、もういろんな人に聞いてました。いろんな人っていうか、うん、スタジオ来て、うん、こうした方がいいんちゃうとか、ああした方がいいんちゃうとか、うん言って自分で、まあ、スタジオ入って試したり、うん、個人練入って試したりして、うん、でいろんな人とライブ当たったらその人のライブ見たり、うん、歌い方とかも、うん、あこういう歌い方もあるんやみたいな、うん、パフォーマンスも、うんまあ、近い先輩で、うん、いい先輩がいたらその人を見て参考にするのがいいなって僕は思ったんですね。でも今の高校生からして近いバンドってやっぱ同じ高校生なのかな。やっぱな、ね、あなるほどね、うん、うんだってここあっても多分向こう緊張すると思うんやんか。まあそうですね、うん、そうなんですね。しかも、まあ、逆に僕らもなんて言ってあげていいかわかんないですもんね。そうですね、うん、でもやっぱそのなんていうんですかね、あんま何も考えず、うんなんかもうやりまくるというか、そうですね、もうギターやったらギター弾きまくるとか、もう好きな自分がやりたい曲というか、うん、もうひたすらコピーとか、あまあ耳コピーとか、うん、するのは結構大事なんじゃないですかね。耳コピーもまあでも大概せんとな。はい、うん。そうなんですよね。耳コピーでも大事。うんのじゃあ俺な、うん、その二手にな、正味バンドの成長ってあると思うねんけど、ハヤトの場合やったらがむしゃらにやり続けて、うん、どんどん結果積み重ねていくっていうのと、うんはいはいまあ、考えてやるタイプが俺なんか両方タイプあると思うねんか。なるほど、うんうんうん、どっちがいいっていうわけじゃないねんで。まあそうですよね、うん、どうなんですかね。そこがなんか今の高校生とかやったらどう伝えたったらいいんやろな思って。難しいですよね、うん、でも逆に言うと俺から見てその子がこういう人間やからこういうやり方の方がいいとかなんか考えなあかんのかな、うん、やっぱ。でも正解ないっすからね。せやねん、こればっかりは。正解知ってたらみんな売れてますからね。まあまあせやなほんまにまあでもその正解を犬さんに教えてもらいましょうか。そうですね、犬さんいいですか。正解発表ですね。正解発表で正解やっぱり正解じゃないですよやっぱり、はい、まあでも、はい、さっき、まあ、3人が、はい、あの言ってたアドバイスに付け加えると、はい、もちろん3人 の, あのアドバイスじゃもう全然、正解というか。皆さん止まってください。あ、ね、そうですそうですせ、はい、まあ付け加えると、はい、まあこれ実際に、高校生のバンドとかアドバイスしたことなんですけど、はい、例えばバンドでこう練習するときに大概、まあ、学生とかって、はい、やっぱ合わせることをさっき考えるんで、みんなまあスタジオ入ってボーンとこう、曲を練習するわけですよ。はいはいはい、ね、合わせて、まあ、例えば、まあ、フォーリズム、ドラム、ベース、ギター、うん、まあ、まあ、ピアノがあるかないか分かんないけど、まあ、ボーカルとか、まあ、合わせるじゃないですか。うん、ね。で、私がアドバイスしたやり方は、はい、その、もちろん合わせることも大事なんだけど、うんうん、まあ、まあ、もちろん合わせること全然なんだけど、はい、例えば、パートを抜いて練習するんですよ。はい、例えば、ドラムとベースだけと。ああ、そうだね。そうそうそう。
で、その抜けた人が客観的に演奏を聞いてアドバイスしていく。なるほど、うん、で、まあ、例えばギターとベースとか、うん、ああ、はい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 、うん、で、まあ、ボーカル、まあ、ボーカルとドラムってちょっとやりにくいかもわかんないけど、はい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 、うん、そういうふうになんかこう、あの結構吹奏楽、まあ、ブラスバンドとかの練習っていうのは結構そういうことをやるんだよね。パート練習って言って、パートだけガッチリ先合わして、はいはいはい、で最後にこう、まあ、全体っていうか全体で合わせるっていうやり方を取ったりするんだけど、そういうのも結構ね、あの細かい、その例えば全体で合わせるときにはわからない、例えばそのドラムの、あの、まあ、おかずのところで走ったりとか、はいはいはい、そういう部分っていうのが結構あの分かりやすいと思うんですよね。さすがっすね、うん、やっぱ高校生とかアドバイスする機会とかってようありました？ありましたよ。おー、うんうん、ありますよ。なんか疑問ですか？いや、違います。だから今言ってあったのがもうちゃんと、なあ。だって犬さん育てたバンドとか結構多いんじゃないですか？高校生とかで売れてるバンドとか。ちょっと犬さん、ワイプでまた繰り出しまーす。はい。はぁって。はい。ねえ、ああ、そうか。高校生とかで犬さん、今までこう教えはった人とか、うん、育てたバンドっていうか、どっかいるんすか？育てたバンド、はい、いや、まあ、名前は出せないですけどね。でも大概あのアドバイスはそういうアドバイスはメインになりますよね。だからちょっと、だから結局なんかドラム、まあ、おかずの部分で走って、なんかこう普段こうタイトにこう演奏してるんだけど、こうおかずで走ったりとか、うん、そういうやっぱりそういうとこがやっぱりあるんで、はいはいはい、そういう、まあ、練習方法を。あ、私はそうです。もちろんあのね、あのサプライズ伊藤君の、まあ、伊藤ピーのそのパン、あの、要はセクションごと練習するっていうのも、あのもちろんあの言いますけどね、それは。うん、うん、なんかご意見は。そうですね、そういうことです。え、ない、え、そういうことですね。うん、一回、まあでもね、そういう、うん、まあみんなには必要ないと思いますけどね、そういう練習方法はね。いつも最後は。もう、まあ、完璧ですからね、みんな。いい人がね。ないっす、あんまり。うん、そうやな。まあそういうことですね、まあ。いろんな練習方法が多分あると思います。サンシャワでも、まあ、ベイドラレンってようやってるし、うん、今日、ね、キッズも楽器隊だけでの練習とか。そうですね、今日は楽器隊だけで練習しましたね。なんかそれだと、やっぱ、こっち側のかな、つかちゃんはそうやな、わからへんけど、うん、こっち側やったらわかるんちゃう、その、例えば、今日やったらボーカル抜けて、やっててんな。やってました、やってました。うん、それとやっぱ、普段とこう、何が違うっていうか、その、ポイント。なん、そうですね、なんか僕ら、うん、まあでも、おっくんがいたら、基本やっぱそういう曲通したり、まあその歌メインになるというか、まあ曲作ったりとか、そうなるんですけど、まあ僕ら3人やったらほんまに曲だけなんで、なんかその細かいとこをもう一回見直して、練習何回もしたりとか、同じセクションをもうずっと永遠繰り返したりとか、で、まあその新曲とかやったら、もう一回見直して、うん、ここやっぱもっとこうした方がいいんかなとか、ちょっと自分らなりにアレンジ変えてみて、うん、でそれでもう一回おっくんにそのアレンジを聞いてもらって、うん、それでよかったらそっちに変えたりとか、うん、なんかそういうのはもういろいろしますね。やっぱほんな楽器隊だけでもこういろいろ、まあアレンジというか、そうですね、そんなも考えたりとか、はい、なんかやっぱちょっと、うん、なんていうんですかね、うん、発見の仕方が変わるというか、うんうんうん、まあまあその3人4人分かんないですけど、うん、僕らやったらなんか3人でやってたら、うん、なんかねちょっと変わります。変わる、まあ、それこそ誰かが抜ける音が1個減るだけで、うん、なんかその普段あった音がなくなると、すごい寂しくなるというか、でそこをこうなんか3人で埋めれるようなアレンジに変えたりとか、そういうのもなんか発見できたりする時もありますし、そうですね。今度やっぱさすがですね。いや結局やっぱそういうのも大事やねんな、その全員ソロってただ通すっていうだけじゃなくて、はい、うん、でもそれやってるまあ高校生とか正直今な多いしな。まあそうですね、そこをなんとかしていかな、な、
はい。でベードラレンとかの意味とか、はい、言うたらサンシャワーとかもめっちゃやってるやん。ベードラレン、はい、やってますね。うん、あんなんとかはどう、もうブーが、あ、本人らが勝手にやってんの？今は本人らが勝手にやってる感じなんですけど、でもまあやっぱり基本って、うん、バストラとスネアとベースのノリじゃないですか、うん、がグルーヴ感が一致してきてっていう、うん、そこの土台じゃないですか、まあ、うん、家の基礎じゃないですか、うん、その基礎を固めて、うん、その上にギターが乗っかって、まあ、うちだったら動機乗っかって、うんうん、でそれでグルーヴ初めてしてボーカルがこう歌いやすいオケができるみたいな、うん、だからそのボーカルがいい歌を歌えるためのオケをちょっとこう仕上げていくためにも、うん、こう基本の基本みたいなんで、うん、ベードラレンって、他の音入ったらベースとドラムのコーラも多分シンプルじゃなさすぎて音が、うんうん、いっぱい聞こえてるから、それでなんかその集中してそれに聞けへん。例えばワッキーやったらドラムやったらベースがどういうフレーズを弾いてんのかも分かってへんと、うん、ただでもベードラレンをすることによってその音しかないから、それを聞いてやるしかないから、うん、もうそれだけを集中して聞くから、相手がどういうフレーズを弾いてるとか、そこそういう癖があるとか、そういうのを気づけるっていう意味でベードラレンっていうのは多分大事なんだろうなと、うん、思いますね。深いな、深いですね。でも高校生が多分そこまでせえへんやろ、うん、しないです、しないです、お金もったいないです、そんなせやろ、もう僕だったらしないです。てか、まあ、まず、うん、僕らが高校生の時そんなんしなかったですね、うん、がむしゃらやってる、がむしゃらに、うん、ほんまにやってましたね。ただ楽しいが先行してたみたいな。そしたら今のまま結果を俺どうしたらいいんやろなんすかね、うん、なんかでもそこをね固く言ってしまうと、うんうんうん、本当の楽しみがなくなってしまうのかなっていう、うん、そうそうそう、それも思うね。ねえ、なんかその本来、うん、なんていうんですか、アンサンブルっていうんですか、うん、こう初めてこう合わせた時の感動というかさ、あの、あるじゃないですか。あいらはやっぱ忘れてほしくないというか、はははね、やっぱ上手いに越したことないんですけどね、うん、それわかる、すごく、うん、え、あの気持ちを忘れたら、ええ、なんで？すごく楽しくなくなるから。そう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 。充電、あれ？バッテリー持ってきてないの？めちゃめちゃ普通に食べてるもん。ちょっと充電がやばいみたいですね。もうこのまま消えちゃいましょうか。いけるはずです。まあまあ、いろいろあります。そうですね。はい、ちょっと充電がなくなりそうで、はい、イヌミさんがこのままやと消えちゃいそうなんで。はい。フェードアウト希望ですか？あと20分。はい、ごめんなさい、ありがとうございます。すみません、大丈夫です。石田君あれじゃないですか、なんかその、うん、僕らどうしたらいいんですかねとか、私たちもうちょっと上手くなりたいんですって言ってきた人には、うん、その、うん、今みたいなクリックの話とか、うん、ちょっとずつ小出しにしていって、うん、私たち楽しかったらいいんですって言ってたら、じゃあ楽しもうぜでいいんじゃないですか。やっぱそうやんな。はい、まあそうですね、バンドに合わせて。はい、やっぱでもなんかこう、これからしたらやっぱみんななんかこう来てくれてるコーラ、まあどれだけ本気かっていうのは正直わからへんけど、うん、はいはいはい、なんかこう、まあ上の人のバンドに憧れてどんどんこう自分らもその音楽を楽しめるような環境になってほしいなって思ってるやんか。ただ俺はもうほんまに勉強とかあるやん、テストとかな、はい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 、それはもう絶対大事にしてほしいね、はいはいはい、それもやりつつの音楽を楽しむっていう両立をめっちゃしてほしいんやんか。まあまあそうですよね、うん、偏ってしまったらな、うん、どうしてもまあ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 な、あかんから、はいはいはい、うん、まあほんなら結果やっぱ人を見てな、はい、でもそうやって言ったっていいねんな、うん、まあでも楽しみ方いっぱいありますからね。そうそうそう、はい、もうほんまに高校の時だけでいいっていう子もおるし、はいはいはい、うん、そう、まあやっぱ自由ですからね、うん、音楽ってほんまに何に対してもせやな、はい、うん、あ、つかちゃんボーカルに対しては今までつかちゃん最初から始めて、はい、ゆーたもこう高校出てから始めたやんか、はい、ほんでまあカラオケしかやったことなかった、はい、ほんで今こうサンシャーのボーカルになって自分はどんな風に変わっていったかっていうのをちょっと、お、そんな生きったマイク持って、うん、お前はなんかもう何やそれ、舐めたのかお前いや、もうこれしかなくてこれしかなくてそうだけどこれしかなくてね、うん、で、まあどうなっていったかっていうことですよね、うん、うん、だから初めてそのバンドの世界にいきなり飛び込んで、うんうんうん、で、俺ボーカルでいいみたいな感じで、うん、
もうずっと自信なかったんですよ。ほんまに自信なくて、うん、それでうちのバンドって結構ペースが速くて、いろいろトントン拍子に進んでいって、ほんまに、うん、でなんかいろいろでっかいことっていうか、うん、もう初ライブしてもう1年も経ってないのにレコ発江坂でしたりしてたんで、その時とかほんまに自信なくて、うん、意味わからんな、いきなり、ほんまに意味わからなくて、なんやねん CD 発売とか思ってたぐらいのレベルやったんですよ、うん、でわけわからずにライブしてみたいな感じやって、うん、ほんまにそんな感じやったんですよ。そりゃそうや。でもまあなんかずっとやっていってるうちに、うん、ほんまになんかいろんな人に会っていろんな人の話聞いて、うん、でメンバーにもいろいろ支えられて、うん、で今となっては最近はもうだいぶ自信が持てるようになりました。最近はほんまにそういう歌とかそういうこと、ね、そうですね、歌もそうなんですけど、なんかやってきた、まあ、経験なんかもしれないですけど、うん、そういうなんか結構厳しい環境で揉まれてきたと自分は思ってるんで、その中で、まあ、やりこなしてきて、うん、最近はすごくライブにも自信が出てきたし、自分で思うことも言えるようになったし、やっぱり昨日もメンバーで話してたんですけど、うん、ミーティングの時にやっぱ自信ってめっちゃ大事なんやなと思って、だから高校生とかでも、うん、そのコピーとかやってるとか関係なく、うん、自分らはこうやっててこうあるべきやっていう自信を持ったらめっちゃいいんちゃうかなと思いますね。何で今最後持ったらって何で最後自信なかったもん。最後は自信なかったよ。初めのあんま自信なかったよ。完全になくなりましたね今ね。まあそんな感じですね。かわいいな。あの本田もう今は結構前向きな感じでできてんねや。そうなんですよ、なんか知らんすけど、うん、で何がきっかけやったかわかんないですけど、犬さん気抜いたらダメっすよ。なんか今顔がもう死んでましたよ。いや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 、ねちょっとワイプで映ってるんで、犬さん。ね。はい。はい、犬さんどうですか、そんな塚ちゃんの話を聞いて、どう思いますか。いやでも最初のでもきっかけはやっぱみんないろいろですからね。ただその後、まあどういうふうにこう成長するかっていうか、自分の中で変わっていけるかが大事だとは思うんで。いや、いいと思いますよ、そんで。犬さんのそのバンドしてる時の経験で言うとどうですか。え、経験、はい、バンド経験あるでしょ。あ、バンド経験、はい、バンド経験、その中でこう学んできたことみたいな、学んできたこと、学んでき、まあ音楽的に学んできたことっていうか、まあ実際私はね、もうプレイヤーも辞めちゃったんで、演奏するの辞めちゃったんで、はい、逆にあのその演奏してたことがこう制作の方に役立ってるかなっていう、ああなるほどね、うん、っていうところですかね。うん。うん。どうしたんですか。いや違う。まだもうちょっと出るかなと思って今貯めてみたんですけど。はい、そういうことですね。はい、そしたらまたちょっとスタジオの方に戻します。兄さん、はい、ワイプでちゃんと残ってるんで。え？ワイプで残してくださいね。はい。はい。はい、大丈夫です。出てきました。落ち着くわ逆に。ね、やっぱり兄さんこう映ってやんとね、画面にね。ことことビートじゃないな、やっぱり。そう。ね、でもなんか今なんか今え半分ずつに映ってんの？ワイプは半分ずつじゃないっすよ。あのあれちっちゃい窓で？ちっちゃい窓で犬さん出てます。うん。こんな感じ？かわいいな。犬さんブーだけ褒めてくれてますわ。かわいい。え？ブーだけ褒めてくれてます。あ、そうね、ありがとうございます。もうどういたしまして。もうね、イトッピーの楽曲は素晴らしいぞ。なんで今太鼓一応褒め返しとこうかなとか。いやもう犬さんの曲僕もいつも聴いてるんで、まさきさんの曲いつも聴いてるんでね、実は意外に聴いてるんで、はい、はい、あれ作ってはるんすか、いつも自分で。はい、曲作ってはるんすか。まだですか。はい、サッカーのなんかテーマソングとか。そうですね、あの勝手にやけどね。あ、すごいですね。奈良クラブのイメージソングの、あ、奈良クラブか。そうですね、ぜひ今度あの、まあ、しましょうみんなで。まあ仕事っていうか、その仕事ではあのミュージカルとかのね、あの劇版、はいはいはい、劇版でわかります、あの要はミュージカルの、まあ、そのサウンドトラックっていうか、はい、BGM ですよねとか、まあ、あとはまあ歌う曲もそうなんですけど、そういうのをずっと作ってましたね。素晴らしいです。え、素晴らしくはないですよ。すごい素晴らしいです。さすがドンですわ、ひみさん。はい、ドンです。
奈良の音楽業界のドン。はい、いやだってあんなん結構依頼された通りに作るだけの話なんだよね。かっこいい。別に何だろう、こう自分の個性が出せるかどうかってまた別の話なんで。さすが作曲家っすもんね。いや最後笑って終わらはった。そういうことです。なんか作曲家って言われるのなんかすっごい照れくさいね。あ、そうなんすか。うん、なんかあんまり自分で作曲家って思ってなくて、曲は書くけど作曲家って言われるのがすごい曲は書くけどなんか気恥ずかしい感じなんですよね。あ、そうか。そうなんですよ。これイミさんこれ何やってはったんやろ。これなんか今イミさん何撮ってはったんすか。え、さっきなんか撮ってました。写真、あ、なんか写真撮ってました、ね、iPhone でお3人の写真を撮ってましたよ、はい、それがつかちゃん話やのにイミさんの写真が気になるって言って来てますわコメント。あ、そうよかったですね。はい、ありがとうございます。なんでそう、そして、はい、そしてそして、あ、そうか。でも今の話はほんともう一旦ある程度そんな感じやねんな、はい、この、はい、言ってたことでそうですね、うん、OK かな、うん、はい、いいんちゃいますかね。 OK だと思います。 OK、はい、そしたら、はい、まあ、ここのちょっとバンドの宣伝を間入れてもらって、はい、サンシャワーから、はい、どうぞ、うん、次すごくいいライブがありまして、はい、3月4日に、はい、心斎橋ジャニスでライブがあるんですけど、桜メリーメンさんと対バンすることが決まりました、はい、俺桜メリーメンさん知らんねんけど、すごいバンドです。何のどんな歌物。スリーピースの歌物バンドで、はい、すごいいいバンドですね。へ、超かっこいいです。超かっこいい。めちゃめちゃかっこいいです、うん、めちゃめちゃいい歌嬉しいです、ほんまに。うん、すぐ出ますって言って、うん、はい、ジャニスで、ジャニスです、ジャニスですね、はい、3月4日心斎橋ジャニスです。はい、はい、スリーマン、フォーマンかやと思います。僕ら入れて、はい、はい、になると思うんですけど、はい、トップバッターですね、おそらく。まあ多分トップバッターです、ね、18時半ぐらいからですかね、出番。ああ、はいはい、はい、それぐらいだと思います。へえ、その時になんか発表とかあったりするの。あるんですか。え、その時発表なんかあるっけ。わかんない。何もなかったんですけど。何もなかったっす、ね、変な玉流れてきたから流れたと思って。あ、まあ、それは、まあ、4月4日に、あ、江坂ミューズで4月4日僕らレコ発のファイナルをするんで、その時に、その時のまあ4月4日になった瞬間かな、に、まあ、発表があると何かしらわからないですけど、まだ全然決まってないですけど、どうなるかは。あ、思い出した。あ、違う、別にあれなんですけど、ライブはここっちは3月の4日か、心斎橋ジャニスで、はい、あと僕らから、もうツイッターで発表してあるのであれなんですけど、忘れてた。実はね、サンシャワーの、まあ、お客さんであるコーラとかが、多分次へ3月になったら卒業する子もおるんですよ。で、その子らにすごくなんか感謝の気持ちがすごくあったので、なんか俺らからプレゼントできへんかな、言って。で、あ、じゃあ曲書くわ、言って、うん、その頃に、うん、で、1曲、曲を書き下ろしましたと、うん、で、レコーディングそろそろもう入るんですけど、うん、はい、一応3月の中旬ぐらいにはそれをホームページから無料ダウンロードで、うん、誰でも落とせるようにする、すごい、はい、もうプレゼントしようかなと、うん、やるね、はい、なかなか太っ腹ですね。太っ腹、いい曲書けためちゃくそいいっすよ。めっちゃいいっすね、今回。そう自分ら褒めすぎやろって。ちょっと結構自信やばいだあるかな。あるかなっていうぐらいね、うん、ほんまにっていうぐらい、うん、結構ほんまに。いや、マジでいいよ。自分らで聞いて結構鳥肌立つぐらい。多分高校生が、うん、喜びちなみにもうデモってできてます。デモできてます。デモできてます、うん、それ俺ちょっと聞いたんやけど、おそらくいつ、はい、今日。あ、まちゃんが。あ、そうなん。そう聞いた。ね、はい、いい感じの、はい、春な感じの曲ですよね。はい、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 いや、よかったですよ。びっくりした。体めっちゃ怖いお前はやらしいな、お前めっちゃ怖いわ、もう。なんかもう、なんかあの曲はさ俺らもう泣くそうやったな、今自分だけ自信持ってなんか言ってた。俺もめっちゃ気合わせかいと思う。だからちょっとだけ聞かせてもらったんですけど、よかったですね。
良かったですか。いい曲でした。いや正直俺も全部聴かせてもらったけど良かったと思う、ありがとうございます。ありがとうございます。それをプレゼントするんでね。あ、それプレゼントすんの。そうなんです。はい、なんでなんそれ。ええんや。いや別にいいんですよ。だから結局なんか別にええんすよってね。うん、軽いね。めっちゃ軽い。だからほんまにだから自分ら音楽で何か返すことしかできないねんから。お前甘噛みするよね。ほんまに思ってんのそれ。ほんまなんか大丈夫。音楽でね、なんかほんま返してきた。あ、バッテリーは取り替え。清澤さん、ビデオカメラのバッテリー取り替えてください。はい、これは俺らが映ってへんから犬井さんメインでいこう。はい、音声は入ってます。音声は大丈夫だから。なのでビデオカメラのバッテリー、うん、あ、もういいよ。はいはい、ね、音楽で何か返そうかと。はい、音楽で何か返そうかと思って、ダウンロード配信するので、それもまた要チェックですね、僕たちは。うん、ぜひ聴いてほしいな、いろんな人。いや、ほんまに聴いてほしいですね、この機会に。聴いてほしいです。めっちゃ明るい歌やし、うん、そやな、素晴らしいですね。あ、そう、でもその一個なんかこうアドバイス的なんで、例えばライブパフォーマンスであったりとか、なんかそういうのもありやんか。はいはいはい。そういうのってこう、例えばバンド全体のプロモーションとして、例えば曲がいいだけのバンドで偏ってしまうやんか。まあ確かにそうですね。ある程度はいけるかもしれんけど、そっからはなんかこう伸びきらへんというか。俺あの辺もなんかどう伝えていってんやろうってめっちゃ気になる。ライブ感っていう問題ですか。ライブ感であったり、はい、そこからまあ MC があって、こう自分らの例えば30分という時間の中でどんな風に自分らを表現するかやんか。なるほど。それって曲だけじゃなくて、その間もありの、ほんでそのパフォーマンスでありの、全部がそうやんか。まあそうですよね。なんかこうショーみたいな感じ、30分のそんな感じで思うねんけど、そういうのって意識してますか。意識はしてるのはしてますけど、うん、そこって多分一番答え出へんとこなんかなって感じしますね。あ、そうなんや。ずっとやっぱ悩み続けるというか、うん、そのあるその満足しても次のステージがあるというか、うん、ライブって。あ、はい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 、なんかそんな感じしますけどね、僕は。うーん、だからなんか毎回同じことできるってわけでもないと思いますし、はいはいはい、なんかそのなんていうんですか、毎回毎回発見があるんで、ね、で実際やっぱライブと練習って全然違うんで、結局やっぱライブはライブで数こなしてやっていかないと身につかないこともいっぱいありますし、ね、うん、ほんまにそう、生もの深いっす、マジで深いっすね。生物なんでね。生物なんで、生物でしょ、もう。まあまあまあ、もちろん鮮度がある生物なんでね、と思って本当に、うん、まあでもそうですね、うん、でもやっぱパフォーマンスがあったり、あった方がライブ感出たり、うん、みんなに楽しんでもらえたり、うん、自分らも楽しくなるんじゃないかなとは思いますけど。なんかめっちゃいい、自分の好きなバンドでもいいけど、はい、いいバンド見た時ってなんかショーみたいに思わへん、はい、もう終わったみたいな。もうすごいですよね、あれ、ああいう時ってね、うん、確かにそうですよね。ああいうのって難しいよな。難しいですね。で、ね、永遠の夢というか。あ、はい、まあ、それができたらもう、わーってなってるって感じかな。そうですね。でもやっぱ僕らが、そうやって夢見てる人らでも、うん、多分ずっと追い続けてるところなのかなって思います。深いな。深いですね、うん、はい。どうですか、犬井さん。はい。もう素晴らしい意見です。聞いてました。聞いてましたよ。皆さん絶対聞いてないでしょ。なんか笑ってましたよ。寝てないでしょ。ちょっと。皆さん聞いてましたか。いや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 。聞いてました。なんか聞いてますよ。はい。はい。なんか今いいこと言ってくれたんですから、なんかこう一言お願いしますよ。そうですね。っていうか今聞いたことを忘れてしまいそうやねんけど。どういうことですか。もう一回質問してもらえますか。聞いてないってやつでしょ。聞いてないってやつやな。聞いてへんのかい。マジで聞いてない。聞いとけや。いいな。でも今日の放送ずっとここに犬井さんおって、今のところ全く聞いてへんかったよ。多分今日の放送ほとんど聞いてないんじゃないですかね、もしかしたら。兄さん東京やから浮かれてるんすね。っていうかね、ポツポツ音切れてるんですよ、もち。あ、そうなんすか。うん、
こっちちゃんと来てますわ、でも。そうだね。はい。なんでやろね。まあまあまあ。そうですね。一回ちょっと、また来てた。はい。いいですよ。はい、あ、大丈夫ですか。はい。はい、そしたら、まあまあ、そういうのもありきで、まあ、キッズの次、ライブ告知を。お、はい。はい。キッズはですね、とりあえずワンマンライブ、名古屋、大阪なんですけど、うんうん、3月の2日ですかね、名古屋は、にありまして、うん、で、3月8日、ビッグキャット、心斎橋ビッグキャットで、うん、ワンマンライブ、させていただきます。オッケー。イェイ、はい、これも、はい、行きましょう。これみんな多分行くやんな。はい、行きます。はい、いや、もうありがとうございます。でですね、うん、2月22日東京ワンマンライブから新しいグッズが出たんですよ。あのラバーバンド、手につけるゴムのねバンドが黒と白1個300円で販売したんで、またそれをつけてライブに参戦してもらったら嬉しいです。オッケー、はい、はい、ほんだ僕らも井上さん、僕らも行ったら買いましょうか。ラバーバンですね。ラバーね、ラバー、ラバー、ラバーズリング。はい、なんだっけ、あの上にするやつやろ。そうそうそう。だからもね。あと、まあワンマンライブはあの会場限定の、うん、会場、あ、会場限定のカラーのラバーバンドが、うん、あ、そう。あ、そういうというか、そうですね。透明版で色分かれてるんですけど。マジ、はい、いいね。これもう。そのチケット3色それれてる子とか来るかな。なんて、なんて全然わかんないです。3色ね、はい、いや、そうですね、全部色違うわけでしょ。はい、そうなんですよ、うん、だから3色揃えて見に来る人もいるかなと。いや、なるほど、いてくれると思います、うん、だってさっきあーちゃんとかで普通にコメントくれて、ね、なんか楽しみですよね、はい、じゃあ3色全部揃うはずなんで、へえ、はい、ね、もう本当嬉しいですよね、まあ、うん、見せてもらおう、はい、うん、見せてもらいましょう、3色のね、な、揃ったところ、揃ったところを、はい、な、ね、で、私らも会場行ったら買いましょうね。そうですね、シダさんね、はい、でそれで、はーいってやるでしょ。それで兄さんだけでやってくださいよ。え、私がすんの。いや、石田さんも一緒にしようよ、こうやって。 あ、僕もやるんすか。はーいって、どうも、ね、いや、もうぜひしなくていいと思います。ね、あ、もうぼちぼち、イニーさんいい時間になってきたんでね、はい、ちょっともうツイッターでコメントも来てるんですけど、イニーさん今日は誰を切るんかなって来てるんで、誰を切ろうかな、人を切るかどうかは分かんないですけどね。まあまあ、それはちょっと何も言わんといてくださいよ、切る前まで。ほんで今、まあちょっと最大の声でお願いしますね。最大の声、はい、ああ、そう、そう、テンションってことね。テンションですよ、テンション。うん、はい。うん。あ、もういいのかな。ちょっと待ってよ。あともう宣伝系はもう全部言ったやんな。え、なんで、え、ね、もう、もう、ちょっと決まっ、はい、とりあえず、入れてしまった。はい。そしたら、うん、まあ、とりあえずこっちはこのメンバーでまた飲みに行こうか、今から。そうですね。うん、飲みに行こう、ね、ちょっと、ちょっと今、ブーだけ顔死んでるから。なんか今僕は仕事なんで、あ、そう、あ、そしたらもう、だからもうお疲れ様でした。まっちゃん来ます。はい、まっちゃん来ます。はい。ということで本題、犬井さん、はい、締めてもらっていいですか。はい。はい、今日もね、私はちょっと東京からスカイプで参加なんで、なんかいまいちこうスタジオの雰囲気に乗れてなかったんとは思うんですけど。マジブルね。この温度差は何なんでしょうって感じですね。まあまだ来週ってゲスト石田さん決まってないんだっけ。来週はそうですかね。3月いつやったっけ、来週って。3月の誰も覚えてへん。っていうか全然考えてないですよね。3日っすね。3月3日。お、3月3日ってなんだっけ、ひな祭りか。ひな祭りは、そうですね。ね、なんか女性アーティストがいいですよね。素晴らしいですね。さん、そっちから連れて帰ってきてください。お、お、いやいや、こっちが連れて帰ったら奈良のアーティストじゃないじゃん。ほんまやね。いや、なんで止まんのそこで。ほんまやね。なんか言ってほしかったのに。はい。え、石田、え、じゃあ、喋ってます。声、多分、イヤホンが小さくて聞こえなかったんですよ、きっと。ごめんなさい。小さい声で喋ってました。
ですか。ちょっとまあ東京と離れてるんでね、電波が。うん、ね、え、そしたら皆さん最後本田指名お願いしますか。ね、中で3日ちょっとゲストまだ決まってないですか。あの、決まってないですがお楽しみということで、今日も本日締めたいと思います。まあ、締めはいつも通り言います。はい、まあ奈良のアーティストみんなで全国区になって日本の音楽業界を切ろう。ありがとうございます。バイバーイ。めっちゃハイテンション。はい、そしたらこのコントビーツ今日はこれで終わります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。